これあもう今日はもう一生パチカス様ですから、ね、様、はい、いやでも俺個人的にはこのカードは、はい、あのサード界屈指のキャラさです。ね、あの言ってましたよね、はい、あまりのキャラさに言動も認めて多分サード界トップクラス の, あのダイヤがあるというあーカードですからね。いやいやもう8人ぐらいこの乗りはになるんじゃないかな。まあでもそうよね。まあタニカが違いすぎるのでタニカと体力差とというかだから何くなってもにリリア死なそうだもんね。そうだって多分ファースト5回食らって死ぬかどうか怪しいね。まあファースト5回ってしゃがみだと違うけど。あーうまい。ただしマチカスが長野で鍛えたあダッシュ投げスコラを見せられるのか。そうですね、クイック取ってない確認でガード級の王そしてハメに体調系でシンプルにいったー。肘が通るとこんなに削ったのにそう、こうなるんですよ。一番スタンダードな毎日ハメでしたね。あー DX 流美脚金だったらソシックス相当な威力を出す流美脚。そういうゲームじゃねえから同じ性能にしてくれ。あーまずい。これはねあー富樫セーフ。あれはあの出し肘が入ります。そうですね、大変なことになりますよね。出し肘が隠るんです。あれガード5は普段ハボケ出さないやつが出すのそうなんですね。そうあのバーストにも意識がでかすぎるし。ダッシュヘッドー溜められる。守るいいしのぎだったが投げている。ダッシュヘッドは着地に合わせてる。膝バーストはいい蹴りしゃがみながらね。キープバーストーセットプレー持ってきた。海外勢大人気プレイヤーです。ディープバーストで仕留めていく。さすがにあれならユリアン倒れたか。さすがにあのいいディープバーストでしたね。やだね。あこれはガードできる。フロッている中足で前のめりになるから平日当たるっていう。さあバーストあーあこれはかねた打ってくる。剣の竜尾脚ならタックルしゃがみがまずい。ここはしのがないともう一枚やってくるぞ。これ中足前出すぎだろ。投げてショーンのあの手前まで浅いぞ。まだわかんない。コロコロして投げて画面足ゲット中足グラップしている。熱いぞ後ろ投げ残る思いする中足届いたバチカス様今日一の盛り上がりありがとう、はい、じゃあちゃんとあのおごるんですよ。ちょっとバチ様ありがとう